実機種徹底比較 DS テレビベストハードはどれだ。過去2回、今更役に立つか分かんない DS テレビ、特集してましたけども、ちょっとね10機種あるんで比較していきたいと思うんですけど、まず任天堂 DS ですね。ですね、うち全く映らないので外部アンテナから電波をもらいます。初代 DS 安定感いいですね。なんかでかいですからね、画面ちっこみですけど、やたらにどっしりした感じがします。安定してますね。テレビってこう置いてみたいですからね。あ、映りました。ですね、若干薄いですね、画面が。薄いというか明るくないっていうのかね。あとやっぱ小さいって感じがします。まあもともとなんだろう、ワンセグなんでそんなに解像度高くないんで問題ないと思うんですけども、まあ、ちょっとなんか薄暗いかなといった感じです。評価はこんな感じで出ますので、いろいろと見ていってくださいといったとこですね。右下になんか出ます。はい、次は任天堂 DS ライトです。はい、爆発的に売れましたね。こうしてです、画面も明るくなってますんで、よし、お、すんなり入ります。当たり前ですがあれ、映んねえぞ、これからだね。映ってきたけど、ちょっと使いすぎちゃったからかなんか薄い気もしますけども、まあさっきの DS よりは明るくなってますね。画面の大きさは変わってないと思いますので、ちょっとあんまり迫力という点では微妙なところですけども、まあこれ結構持っている人多かったんでね、この辺のハードでも十分だとは思いますけども、まだまだまだありますんで見ていきましょう。次は DSi ですね。はい、 DSi です。ガショット、これもスムーズに入りますね。はい、オーンと、はい、着きました。さあどうでしょうか、こっちに来るかな。あ、なんかやっぱ明るいぞこれ、明るい明るい。どうでしょう、スピーカーがちょっとちっちゃいんだね。あ、明るいね、明るい。スピーカーがちっちゃいんでどうかなと思います。結構音は出てますね、十分に。ふんふんふん、やっぱ見やすくなってるね、ドンと見やすくなってます。明るさがなんか違うな、液晶がいいんでしょうか。はい、まあこんな感じですね、音もちゃんと出てました。次は DSi LL です。これも普通にガシャッと入りますね、全然問題なく。まあ対応機種なんでそれ当たり前なんですけども、よいしょと。あ、全然でかいね、やっぱ当たり前だけど迫力が違うそう、違うそう、変だな、違いそう。うん、さあちょっとテレビ映像が映るといいんですか。あー、やっぱでかい、でかい、でかい方がいいね、ちまちま見るよりいいかもしれない。なるほど、こんな感じでね、解像度は変わらないんですけども、やっぱでかい方が見てて見やすいですね。これいいな、今までの中で一番インパクトがありましたね。評価はこんな感じ、いいじゃない DSi LL です。で次はですね、いよいよ 3DS 時代に入ります。これは 3DS ですね、初代 3DS。 もちろん 3DS は DS のソフトに対応しているので、あれ、カセット抜いてなかった、カセットじゃないか、カードか今は。よっしゃと、あ、全然問題なく入りますね。はい、スタートは早、起動早ってカットしてるからですね。ああ、画面は綺麗ですね。画質綺麗ですけど、さっき迫力あった感じからするとちょっとちっちゃいなというイメージです。まあちっちゃい分引き締まって感じはしますけども、ぐわってくる迫力はちょっとないですね。ただ軽いんで、小さいんで、持った感じいいですね。携帯性というのかな。はい。なんかやっぱ明るいね。まあ、時代とともに液晶綺麗になってんで。あ、3DS LL でいきましょうか。
でかいかな、やっぱでかいでしょう、 LL なんで。よいしょよいしょと。ちなみに DSiLL と液晶はちょっとね、 3DSLL の方が上画面大きいんですけど、もともと DS のアプリっていうかソフトなんで、帯が出ちゃうので関係ありませんので、上画面の両脇実は映ってないんですよね、もともと。ああいいね、 DSiLL と同等だとは思うんですが、ちょっと音が小さいなと。今ボリュームマックスにしてるんですけども、最大出力がちょっと小さい気がします。この辺はどうかな、なんだろう、番組のせいなのかよくわかんないんだけど、音がね、なんか最大にしても DSiLL は出てないかなと思います。ではニュー任天堂 3DS です。ここは実は対応機種ではないんですね、公式には対応してません。そりゃそうです、下に挿すんですからね、非常に邪魔くさいですね、邪魔くさい。下に飛び出てるアンテナが、こっちじゃなくて折り返してもいいのかな、これね、こんなに伸びてるし、下に折り返してみよう。こんな感じで裏ね、こんな感じでやってみてもいいですか。ちょっとなんかね、無駄に長いですね。さすがにニュー 3DS だとちょっとこんな感じで、なんだろうね、かっこ悪いというか、まあ凄まじい形になってますが、非対応なんですけども、一応刺されますね、刺されます。で、問題は映るかっていう、映るかっていうか、まあ映ると思うんですけど、ソフト的には問題ないんですけどね、普通に起動してきそうです。よいしょと。はい、チャンネルが出てきたので、あ、映りますね、まあ、その辺のソフト的には問題ないですね。ただ一応非公式というか非対応を歌ってるので、まあね、何よりもちょっとこう下に飛び出してて大変です、でかくなります。で、置けませんね、下にね、もろに下画面の下にアンテナが通ってるのでね、これはちょっと問題かな。次、ニュー任天堂 3DSLL ですね。でかいですけども、とりあえず刺すかな。よいしょ。ん？なんだこのスカスカ感、入ってるんだけど、あれ？なんかカチッといかないね。あれ？あれ？今度抜けなくなっちゃった。あらら。なんかね、押して押し込めないんですね、これ以上。あれ？やば？これ。引っこ抜けなくなっちゃった。押して、押しながら押すんですけど、よいしょ。あれ？押せねえぞ、これ。やばいのか、これ。えい。あれ、抜けない。あ、抜けた。ちょっとね、なんだろう、ニュー 3DSLL は周りがラウンドしてるからなのかな、押し込むスペースがないですね。ただしアイコンは認識してますね、 DS テレビなので起動することはできると思いますので、ちょっと映してみますか。さて、映りそうですね。まあこれが入るってことは、映るってことは番組も映るはず。あ、映った映った。うん、画質とかは全然問題ないですね。明るいし迫力もありますけども、いかんせんね、DS テレビが引っこ抜けなくなる可能性がありますね。当然非対応なので、その辺はリスクがありますけども。では任天堂 2DS ですね。これです。これちょっと形がまたすごい形してるからね、今までと全然違う、折りたためない、ここに刺せというわけですが、あれ、どっち向きだっけ、こうか、あれ入んなくね、物理的に入りませんね。このプラスチックな透明、反対だな、透明なプラスチックを引っこ抜けばいいと思うんですけども、そんなことはもったいなそうなので、やりませんけども、それが入る、引っこ抜けば、折っちゃえば入りそうですけど、はい、ダメですね。物理的に入りません。次はニュー任天堂 2DSLL です。あ、これカバーがあるからもうやばそうですね。見た感じダメ。よし、あ、もう引っかかっちゃってるもんね。これも、なんだろう、この透明なプラスチック取るか、このカバーを引っこ抜いちゃうか、すれば、大丈夫だと思うんですけども、いきなりね、この新型にそんなことはできませんよね。はい。この DS テレビも貴重なんで、
まあこれも完全に物理的に入りません。ちょっとまとめておきますと、この6機種に関しては全然問題ないです。はい、問題ないです。対応してます。で、この4機種に関しては非対応なんですけども、上の2機種はなんとか映りました。決定、 DS テレビベストハードはこれだ。まずはナンバー3、 DSi です。携帯性、音質、画質ともにいいです。ちょっと画面が小さいかなっていうレベルです。ナンバー 2 3DSLL、 画面が大きくなって迫力アップ。ちょっと最大ボリュームマックスが小さめかな。ナンバー 1DSiLL です。DSi の携帯性以外は画面の明るさ、迫力、音質、音量も10機種の中ではナンバーワンです。はい、いかがだったでしょうか。全部で10機種あるんでね、1機種あたり1分だとしても10分それだけでもかかってしまいます。しかもね、 DSLB 今さが何なんだよって感じもしますけども、まあ勝手なランキングなんですけども、まあ個人的にね、この DSiLL 非常に良かったと思います。まあうちには何でもいいっていう感じもしますけども、それ一夜この企画何も意味がなくなっちゃいますね。ではまた。